東海道、東海道、東海道、海津道は、五気七道の一つ。本州太平洋側の中部の行政区分、及び道省を通る、幹線道路、古代から近星を指す。行政区分の東海道は、機内から東に伸びる、本州太平洋側の中部を指した。これは、現在の三重県から、茨城県に至る太平洋沿岸の地方に、相当する。当初、 武蔵国は東山道に属しており、七百七十一年に加わったものである。東海道は、律令時代に設けられた五気七道の一つで、中寺である。律令時代の東海道の道幅は、中世や江戸時代の道より、広く、より直線的に建設された。その一方で、当時は大河川に橋を架ける技術は発達しておらず、伊比川、長良川、木曽川、 大井川、安倍川、富士川、玉川、利根川、当時といった都下が困難な大河の下流域を通過するため、むしろ、東山道の山道の方が安全と考えられていた。時期もあり、東海道が活発になるのは、都下の仕組みが整備された10世紀以降のことと考えられている。中世に大半が開廃されたため、当時の正確な道筋については議論されているが、 概むね以下のような経路を通っていた、考えられている。首都が飛鳥に置かれた時期には、山和国の宇田が、東海道方面への入り口だったと考えられているが、その後、平城系に、線とされると、平城系から奈良山を北上し、木津から木津川の谷間を東へ入って、伊賀国に入り、鈴鹿山脈と布引山地の暗部を片越えで越えて、伊勢国へ、基礎参戦を、 下流域で渡って、終わり国津島へ、名古屋市を通り、三河国と続いていったと考えられている。およそ、現在の国道163号線、国道25号線、国道1号に沿ったルートであった。ただし、基礎参戦の下流部は、古来より水害が激しく、実際には船による移動に頼っていたと考えられ、あるいは、飛鳥や平城系から、 鈴鹿峠を経由してそのまま伊勢国の港から伊勢湾を横断する回路が用いられることも多かったと見られている。だが、その一方でこうした船には馬を同伴させることができず、東国から馬に乗ってきた旅行者は、三河国か、尾張国で馬を他社に預けて、伊勢国に向かう船に乗る必要が生じたが、人時に馬の返還をめぐるトラブルなどもあった。 日本初期大化2年3月更新上。このため、徒歩や馬で旅を続けようとする人の中には、本来は認められていなかった終わり国府から北上して、美濃国にある東山道の不和関に出る経路も用いられていた。伊勢湾を横断する回路と東山道に出る脇道の存在は、江戸時代の七里の私や美濃路の原型として考えることもできる。平安系に遷とされると、 起点が平安経に移ったため、伊賀国から大見国を通るルートに変更されることになる。平安時代初期には、現在の蘇馬街道から伊賀国に入る経路が取られたが、886年、任何2年に鈴鹿峠を通る経路に変更され、ほぼ現在の国道1号のルートに準ずるようになった。現在の浜松市付近から駿河国府、静岡市に至る経路は、 江戸時代の旧東海道よりも、やや海岸寄りを通っていたと見られている。八重津市と静岡市との境は難所であり、日本坂と呼ばれ、日本穂高の陶西伝説や、万葉集の歌にも読まれている。平安時代には、やや内陸寄りの宇都宮峠を通る経路へ変更され、下の細道として文献に現れる。駿河国と相模国の国境の峠越えについては、 沼津から長倉駅、長泉町を経て、横添駅、御殿場を経由し、足柄峠を越え、坂本駅、関本に至る足柄路が使われた。ただし、富士山の延暦噴火800年から802年の際に、この駿河川の復旧に時間を要したため、新たに三島から箱根カルデラを循環し、小田原へ至る箱根路、箱根八里が開かれ一時的に使われた。 海野国府、山梨県笛吹市は横沢駅から北上する分岐路、海野路を通った。相模国では、甲図から大磯まで相模湾沿いに東へ進み、相模国中部、寒川町南西付近で相模川を渡った。鎌倉島は、東京湾岸の河川の渡下を避け回路を取るため、三浦半島へ入り、橋湯から浦賀水道を渡って、房総半島、 上佐国府津に入った。そこから北上して、上佐国府、現在の千葉県市原市を経て、下宇佐国荒海駅、成田市で、香取リをヨ渡船し、日立国への旧浦津駅、稲敷市柴崎へ入り、日立国府、茨城県石岡市へ至った。安房国府へは、ふっつから南下する分岐路を通った。上佐国府から、下宇佐国府、千葉県市川市へも分岐路が伸びていた。 武蔵国は当初は歴史的経緯から東山道に属し、上野国新田駅、下付国足利駅から南下する城である東山道、武蔵城が武蔵国府、東京都府中市まで伸びていた。やがて武蔵国には帰化人が多く移り住み、東海道との交通が活発となり、実情及び管理の合理性から771年に東海道へ移管された。東海道は 相模国伊東はそれまでの回路で、上佐国へ入ることを止め、相模国中部を北上して、武蔵国府に至り、武蔵国府もしくは、相模国中部から投降して、下宇佐国府を経て、上佐国府へ向かう経路となった。途中の東京湾岸は、現在の東京都心部を通り、その東側に広がる隅田川、利根川、渡瀬川のデルタ地帯は各川を渡船した。 805年には、和佐国府から北上する路線、香取道を止め、下宇佐国府から直接北上し、日立国へ入る、経路となった、相馬道。途中の経路は、柏市、阿鼻子市、草、戸根町を通り、当時の日立川、絹川を渡船し、絹川北岸第一の慣れ馬、長峰付近、龍ヶ崎市から、日立国へ入った。日立国の先、 名古ソ関の北側の現在の福島県浜通り地方南部は所属がやや流動的であり当初は日立国まで太平洋沿岸に伸びてきた東海道の延長として扱われることもあったがその後現在の宮城県に置かれた道の区国府の管轄下に置かれることとなり東山道に属することとなった東海道の延長は日立国北部で内陸に入り 田浦構造戦争の構造国を北上して、東山道に合流する連絡路で接続された。平安時代中期を過ぎると、律令制の主観に伴い、国家の公的な交通に変わり、より現実的な必要に伴う交通が行われるようになったと考えられている。さらしな日記には、千二十年秋に著者、菅原高末の父の和佐国への赴任が終わり、 東海道を通って、京都に帰る道程が記されているが、そこには、農尾平野北西部の砂股と、東山道の要衝のはずの不和関を通過したと、記されており、当時の事実上の交通状況が伺える。鎌倉幕府の成長所在地鎌倉は、前日のように、古い東海道の沿道上に所在しており、武家の成長所在地鎌倉と、朝廷、院の所在地京都を結ぶ。 最も重要な街道は、旧時代の東海道ルートをそのまま転用して、こと足りることになった。この、鎌倉極楽、寺坂切り道と、京都淡田口を結ぶ街道は、単に、鎌倉街道と呼ばれたり、街道と呼ばれたりしていた。また、箱根路の整備が進んだ。しかし、古代の律令成果とは、気候、地勢や利用者、利用目的、整備状況など、 様々な状況が異なっており、具体的な道程にはかなりの相違が見られる。全般に古代の東海道よりかなり内陸寄りを通る場合が多かった。例えば、三河国東部では豊橋市の不問寺から弓張山地を越えて、同志下米町に至り、豊川市あたり小町で豊川を渡過するというルートだったと考えられており、律令成果の東海道どころか、 江戸時代の東海道や現在の国道1号より、はるかに内陸の山がちなルートを選択していることがわかる。また、尾張国では、名古屋市中区小辺り、中村区を通り、天重開発と市宮市を通って、角股から美濃国に入り、そのまま、東山道ルートと合流して、不和関を通過して、大見国に入り、さらに、北陸道と合流して、京都へ向かうルートが、 鎌倉街道の本堂であると理解されていた。現在の交通路で言えば国道1号よりもむしろ東海道本線に近いルートが選択されていたと言える。この鎌倉街道は鎌倉幕府滅亡後も主要な交通路としての地位を維持し続けた。静岡県岩田市の一の谷墳墓群遺跡の様相に中世における東東海国の宿場町の繁栄を伺うことができる。 また、戦国時代になると、六角市の観音寺城、小田市の清洲城、松平市の岡崎城、浜松城、今川市の駿府城、あと北条市の小田原城など、名だたる戦国武将の根拠地が築かれていった。また、尾張美濃国境の須野又は、鎌倉街道の基礎が後加点として、大変に重要なポイントであり、橋場秀吉の須野又人余城の逸話は、 これを地理的背景とするものである。徳川家康が1590年、天正18年に江戸に入城する。戦国時代の頃には江戸と平塚を結ぶ経路は現在の中原街道が使われ、徳川家康も利用した。徳川家康は1601年、慶長6年に五街道整備により5つの街道と宿を制定し、 道としての東海道が誕生する。日本橋、江戸から三条大橋、京都に至る宿駅は53カ所で、いわゆる東海道53寺である。また、箱根都心居に石書を設けた。その後、1603年、慶長8年には、東海道松並木屋一律家を整備する。東海道は、江戸の日本橋から小田原宿、駿府宿、浜松宿、宮宿、 厚田塾を経て、七里の渡しで、伊勢湾を渡り、桑名塾、草津塾を経て、京都の三条大橋まで五十三時ある。距離は約四百九十キロメートルあり、山間部の経路を取る中線道よりも約四十キロメートルほど短いが、東海道には行く手を阻む大きな河川が何本もあり、六五川、玉川、馬乳川、富士川、 天竜川は船渡しによる渡河が行われたが、大井川をはじめ、安倍川、佐古川では、江戸幕府により渡し船が許されず、川越人足、歩行渡しによる渡河をする必要があった。川の上流で雨が降ると、川は増水したので、水位が増すごとに、川札台も高くなり、七里の渡しの船賃よりも高かったと言われる。さらに、 雨で増水した川は川止めとなることもあり、川の流れが一定水位まで下がるまで何日でも宿題がかさむこととなった。箱根八里や七里の私も交通難所で七里の私では宮から桑名までの七里、1 2 8トルを海を船で揺られながら渡るのに6時間余りを要した。このため、これをバイパスするサヤロが 終わり初代藩主の徳川吉直によって開かれ、宮から桑名まで給離、約 36km で結ばれた。また幕府による入り鉄砲で女の取り締まりが行われ、とりわけ新居の席は厳しかった。終わりの宮、厚田からは脇街道、脇王冠である、美濃路と接続し、美濃のたるいで、中仙道と連絡した。また、東海道の脇街道である本坂道、 姫街道は、浜名湖を渡る今切れの私や、新巨石を避けて、浜名湖を北に迂回するもので、浜松塾から五湯塾までの東海道をバイパスした。著名な文学作品や浮世絵などの影響で、近世東海道の西の起点は、京都三条大橋であるという考え方が広く、行われているが、幕府は京ではなく、大阪までの街道を一体整備しており、 こちらを加えたものが、本来の近世東海道であるとする理解もある。この場合、最も西側の部分は、京海道がそれに相当する。この考え方をとる場合、東海道は、京都中心部へは入らず、大津塾の西側の追い分けから、山品盆地を南西方向へ向かい、現在の名神高速道路付近を通って、京都東山を越え、 伏見城下町を貫通して淀川沿いに進み、岩清水、八幡宮の手前で、淀川、木津川を渡る。そしてそのまま、淀川左岸を大阪へ向かい、大阪高来橋が、江戸日本橋に対する西の起点となる。途中の宿駅は四箇所あり、合わせて東海道五十七時となる。慶長九年二月に、大久保長安その他に命じて、街道の福音を五県とし、 路傍に絵の記事を植え、一里コール三十六丁と決め、一里ごとに里を設け、各駅の打賃を定めた。寛永十年に天馬、次日客の生が定められた。各宿駅に妊婦百人、馬百匹を常備し、百人百匹の生、幕臣や大名などの往来に供した。これが寛永以後も行われたが、天明三年に品川駅からの権威を入れて、 百人百匹の定員の中から公用その他の準備として三十人二十匹を除き置き、平時は七十人八十匹を武家その他に供した人馬七十八使いの方。この人馬は御主陰天馬のみで、彼らは各宿駅で挑発し得た。この他に一般庶民が溶液シュールだ鎮天馬があり、各宿駅で二百五十人二百匹を常備する定めだったが、実際の人数は、 規定通りの規模には至らなかった。この他にも、飛脚の性があった。幕府は、各宿役で伝送を免除し、貝馬の地を与え、次飛脚九枚及び豚薬九枚を支給し、宿手代に手当を与え、時に金銭を対応して、これを保護した。元禄年間には帝助号、か助号の性を定めて、宿役の陣馬を助けたが、負担は小さくなかった。 幕府はまた軍事上の理由から、相模国小田原に架かる佐古川、駿河国府中、駿府を挟む沖津川と安倍川、駿河東東海国境の大井川の四河川は、橋梁をかけないどころか、土線さえ禁止して、往来する者には川の中を徒歩で渡らせた。大河川の土壌は難儀であり、その両岸には土壌の補助を行う業者が繁栄した。雨で水位が上昇し流速が増すと、 危険なため都市は禁止された川止め。しかしこれらの河川の上流域は全国有数の田内域であり、断行期には川止めが頻発、長期化することもしばしばで、大名から庶民まで旅費がかさむ旅行者を苦しめた。東海道には軍事的、地理的理由から顕著なボトルネックとなるポイントや地理的迂回路となるポイントが残されており、このような交通上脆弱。 不便な部分には、これを回避するための脇街道が置かれた。脇街道には、相模国の内陸部を通って、直線的に結ぶ中原街道、三つけ塾より、浜名湖の今切れの私と、新居石所を迂回し、木ヶ石所を通り、本坂峠を越し、吉田宿内市五湯塾へ抜ける道である本坂通、姫街道。 宮から桑名までの七里の私を避けて、農林平野内部を陸路で結ぶ鞘街道があった。特に、姫街道に関しては、方永地震とそれに伴う大津波で、今切れの私が破壊されて、交通と絶してしまったことから、18世紀初頭には、東海道本道の交通を丸ごと引き受ける場面も、あった。明治政府は、地方制度としての、五街道に代わる国道を制定した。 東海道としての実質的機能と位置は、現在の国道15号及び国道1号に受け継がれ、東日本と西日本、関東地方と近畿地方を結ぶ機能は、律令時代から同じであり、現在においても東海道の経路は日本に必要なものであることを示している。江戸時代に整備された東海道の松並木は、明治四年頃に電線を引くのに不便であるとの理由で、 切り払うことになり、横浜、小田原間から始められた。横浜の英字新聞ジャパンが Z 氏は、並木の持つ、日射風雪を防ぐ機能と美観を損ねる愚かな行為と批判した。太平洋戦争中には、飛行機の燃料として、小混油を採取するため、あるいは、道路の拡張のため伐採されてしまい、現代ではごく一部だけが、当時の姿をとどめるに過ぎない。 現代において、東海道という時には、江戸時代の東海道の道筋と、その頃の東海道に属した諸国の範囲を指す。したがって、東海道の東端は、律令時代では、磯原、江戸時代以後は、東京、江戸ということになる。なお、東海道の名をつけた、JR の東海道本線を呼び、東海道新幹線は、東京厚田間と、草津京都間ではほぼ、 江戸時代の東海道に沿っているが、厚田、名古屋市草津については、中仙道、加納草津富野路、宮、厚田たたるいに沿ったルートとなっている。現在、東海道というと、しばしばこの両鉄道沿いのルートが、江戸時代のそれであると誤解され、紹介されることもあるほどである。本来の街道としての東海道は、名古屋草津については、名古屋亀山草津を経由するもので、 現在の鉄道路線ならば、関西本線と草津線のルートに近いものである。この名古屋、宮、厚田から亀山を経て、草津に至る、江戸時代の東海道のうち、上記の東西幹線から外れた区間は、明治中期になって、民間の関西鉄道がその沿線の進行を、目的に鉄道を付設し、後に、それが国有化されて、現在の両線となっている。 東海道本線の該当区間が実際の東海道から離れた理由は明治初期に東西両系を結ぶ鉄道線を付設する際東海道と中線道のいずれに通すかをめぐって論争があり中線道経由に一旦は決定してその一部に該当する路線が開業したものの後に薄い峠を越える区間など山岳地域での工事の長期化費用増開業後の輸送量制限 さらには、沿線人口の差、中線道沿いには、名古屋市や浜松市、静岡市に相当する大きな都市がなかったを考慮したところ、やはり、東海道経由の方が優れているという検証がなされ、急遽、岐阜、加納伊東のルートが、東海道経由に変更されたことに起因している。計画変更が決まった時には、すでに神戸から大阪、京都を経て、大津に至る鉄道と、 長浜から岐阜、名古屋を経て、竹豊までの鉄道が開業しており、これと琵はこの鉄道連絡線、太古基線を打つ長浜航路を用いることによって、竹豊名古屋京都神戸間の連絡が図られていたため、両系を結ぶ鉄道はこれを最大限に活用して早期に完成させるべきで、あるとの判断がなされ、これにより、現行ルートが定まることになった。結果、 日本初の鉄道路線である新橋横浜間も、その東西幹線に組み入れる形となり、1880年代、中頃、明治10年代末より横浜から静岡を経て、大府に至る区間と関ヶ原から舞原を経て、大津に至る区間が建設され、1889年、明治22年7月に全通。これにより現在の東海道本線の原型が、完成した。 また、東海道新幹線に関しては、当初は、名古屋から京都まで、鈴鹿山脈を一直線にトンネルで抜けるルートでの、敷設も計画されていたが、トンネルが長大になり、建設に時間、費用を要する、1964年、東京オリンピック前の開業予定に間に合わなくなる、こと、それに、前原が、北陸本線、旧、 北陸道との接続点になっていたこともあって、最終的には東海道本線に沿う現行ルートで付設された。以上の経緯については、中線道及び鉄道と政治の項目も参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。